皆さんおはようございます、トッチーです。今日も朝からよろしくお願いいたします。今日のリクエストは栄養たっぷり旬の野菜を使った簡単料理、それでは今回は大根おじいの山芋ぶっかけ煮を作っていきたいと思います。今日作りたくなる簡単レシピを紹介、モコズキッチン。ではまず食材の紹介からです。豚の睾丸、大根、山芋、乾燥ひじき、醤油、酒、みりん、オリーブオイルです。まずは下ごしらえ。山芋は皮を剥いてからすりおろして、乾燥ひじきは水で戻して5分ほど茹でた後、しっかりと水洗いをしておきましょう。次に温めたフライパンにオリーブオイルを入れたら、それではオリーブオイルで焼いていきます。豚の睾丸を表面が色づくまで焼いて、旨味を中に閉じ込めましょう。睾丸を焼いている間に大根を断根切りしていきたいと思います。包丁で大まかな形を作ったら、表面はピーラーで滑らかに整えましょう。断根ができたら鍋で煮ていきます。断根が浸かるくらいの水を入れたら、沸騰するまで火にかけていきます。沸騰してきたら醤油を入れていきます。さらに、みりん、そして酒、いよいよ盛り付け。お皿の真ん中に断根を折ったてて、睾丸を左右に一つずつよそったら、続いてひじきたっぷりかけてあげましょう。で最後に山芋をかけて、たっぷりここも出しちゃいましょう。たっぷりこちらで完成です。ついにツッチー流大根おちんの山芋ぶっかけ煮が完成。そのお味は？うん、硬い、すごい硬い。これうん、硬いな。皆さんもぜひパックンチョしてみてはいかがでしょうか。チャンネル登録はボタンをクリック、もしくは動画説明欄からチャンネルを登録してくれ。LINE スタンプも発売中だ。みんなどんどん使ってくれよな。